カーキックが今話題のそうそうそう、鋭いキックで有名ですからね、 あれも、なんか目は声の仕事に興味ないんですかって言われてました。いやなんかこれもなんか何回も言うんですけど、自分のことイケボと思ったことないんで、なんかさ、その、はい、生きてきててこうなんか声がいいとか言われたことはあるでしょ。でいや、ないです本当にないですよ。あ、じゃあもうこの YouTube 始めて、はい、もうそっからです、言われ始めて気づいたみたいな。自覚ゼロっす、あ、声低くとかそのぐらいっすね、仲間内だと。ああ、でもそれもやっぱ男子校っていうのが、男子校でお互いにお前イケボだよなとか絶対言わないよ、ね、言わないです絶対言わないです。ね、むしろ声にフォーカスしたことがないです。もう、あ、確かにないわ。それはやらなかった、気づかなかった、ね、そんなのは一切なくて、はいはい、さっき言ったその2ちゃんとかに声アップとかして褒められて、はいはい、え、あ、そうなんだみたいな、これはなんか人に褒められるんだ、低い声で喋ればみたいな、はい、そう感じだったんで。ああ、学生生活で特に男子の中だとそんな話出ないよね。確かに出ないですね。なんかうるせえしか言われないです、基本的に。気持ち悪いもんね。なんか小原お前なんか声なんか艶っぽいなちょっと距離置きますね。ちょっとね、なんかそうそう、ちょっとだけバックしてるじゃん。男子校で、はい、なんかスキンシップしてくるやついるじゃないですか。ああ、はいはいはい、あの、なんだろう、男子校でやんちゃなやつとかもいるじゃないですか。はいはいはい、僕が授業中かななんかで、ね、寝てったんですよね。で、はい、寝てて起こすために僕のほっぺたの両サイドから生尻で2人が挟んできたっていう狂気がそれ多分一番やばいスキンシップですね。結構えぐいっすね。もう学級崩壊してるよねそれね。いやでも先生も笑ってた。ま、先生もね、それあの起こすためにやってるからね。あ、いけいけみたいな。いけいけでも起こせみたいな。むしろありみたいな感じ。ちょっと起こしとけ。うん。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。